スターシードって一体何？地球を救う使命を持つ宇宙からの勇士たちとは？皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり聞こうは、スターシードについて紹介していこうと思います。スターシードという言葉を聞いたことはありますか？スターシードは地球外の惑星で転生を繰り返した魂を持ち、今回は地球のアセンションを助けるという使命を持って生まれてきた人々のことを指します。多くのスターシードが現在の地球に転生しており、必要なタイミングで自分の使命と能力に目覚めると言われています。彼らのハートには目覚めの種が埋め込まれており、時期が来ると自然にその種が発芽する仕組みになっています。これがスターシード、星の種の名前の由来となっています。5次元以上の世界からやってきた彼らの多くは、この3次元の世界にうまく馴染むことができず苦しむ人が多いといいます。しかし一旦その使命に覚醒すると、かなり速いスピードで進化し、人々の目覚めを促していくそうです。スターシードはどうして地球にやってきたの？スターシードの魂はどうして地球にやってきたのでしょうか？それを知る鍵はアシュタールという11次元の存在です。アシュタールは金星からやってきたアセンデッドマスターで、全宇宙に愛と光を広げる役目を持っています。地球のアセンションを成功させるという役目も担っており、キリストやブッダもアシュタールが人間として地球上に現れた姿だと言われています。スターシードたちはアシュタールによって美しい地球が滅亡してしまうのを防ぐという目的で、全宇宙から集められた勇士たちです。アシュタールは地球が科学的進歩の後、大規模な環境破壊によって生命維持が難しい状況に陥ることを知りました。そのため多次元宇宙の中からヒーラー、医師、教師などの魂を集め、地球を救う目的で転生させたのです。スターシードの任務は生命体としての地球環境を浄化し、そこに住む生命体が安全に暮らせるようにすることと、地球の人々の意識を改革し向上させることです。地球上に約100万人のスターシードが存在すると言われていますが、そのうち24万4000人が日本に生まれていると言われています。これは日本には自分のためだけでなく、人の役に立つように生きることの美徳を教える文化があるためです。日本の教育理念とスターシードの学ぶレッスンが同調するため、日本人として転生するスターシードが多いのです。日本の他にはネパールやオーストラリアの周囲の島々にスターシードが多く転生していますが、これは日本やオーストラリアの島々においてレムリアのエネルギーが強いことが関係しています。今も残るレムリア人のエネルギーと共鳴してスターシードたちが転生しているのです。スターシードの特徴とは、スターシードたちは転生前に培った自分の経験と能力を使って地球を救うという使命を持っていますが、多くの場合はそのことを忘れています。そのため多くのスターシードたちは3次元の世界の波動に馴染めず、家族や社会、文化などの中で孤独感を感じてしまいます。またスターシードの目的が地球のアセンションを成功させることにありますので、彼らの多くは極端に闇深いカルマを持つ地域や家庭を選んで生まれてきます。そのため子供時代にひどいトラウマを抱えるような経験をすることがとても多いのです。スターシードの魂は地球で何度も何度も転生を繰り返して魂の器を磨き、覚醒の時を待ちます。何度も人生経験を積むことで、どのように地球人類と関わり導いていけばいいのかを学んでいくのです。中にはインディゴチルドレンやクリスタルチルドレンの魂を持ったスターシードもいます。インディゴのスターシードたちは新しい時代を切り開くための反骨精神や天才的な才能を持っています。
クリスタルのスターシードたちはどんな困難なことが起こっても前向きに愛を持って乗り越える強さを持ち、周囲を導いていくことができます。インディゴやクリスタルの特徴にスターシードの熱意が加わることで、相乗効果によりさらに精神的に地球のアセンションに貢献していくことができるのです。目覚める前のスターシードは、自分には何かやらなければならないことがあるといった使命感を感じています。しかしそれが何なのか分からず、焦燥感に駆られてしまうスターシードがとても多く存在します。またスターシードは共感能力に優れているがゆえに、他人のネガティブな感情を敏感に察知して精神的や肉体的にトラブルを生じがちです。統合失調症や双極性障害と診断されたり、重度のアレルギー障害などに苦しむこともよくあります。しかしスターシードとして目覚めることによって、これらの障害がなくなったり、症状があっても生活やスターシードとしての活動に問題がないようになってきます。スターシードは一旦霊的な覚醒が始まると、かなり速いスピードで成長進化を遂げる場合が多く、自分自身がどの星からやってきたのか、何のためにこの地球に転生してきたのかということを明確に思い出します。スターシードが覚醒するにはどんな方法があるの？スターシードを持つ人々は、その準備ができた時にスターシードが弾けて覚醒することになっています。今は地球の光の割合が 30% から 60% の間を行き来している状態です。光と闇の割合が一進一退しながら徐々にアセンションしているとも言えます。ゆっくりとバランスを保ちながら徐々にスターシードたちが覚醒することで、少しずつ光の方向へ比重が傾いていっているのです。ではスターシードたちはどうしたら覚醒するのでしょうか。スターシードはアシュタールのエネルギーと触れることで覚醒することが多いと言われています。アシュタールとつながることのできるチャネラーの数は、公式には現在27名だと言われています。このチャネラーを通じてアシュタールのエネルギーに触れると、スターシードが弾け覚醒が始まります。覚醒の体感は人それぞれですが、多くの場合以下のような現象が起きるそうです。体の内側から幸福感があふれ、力がみなぎってくるような感覚がある。体の全細胞が続々と活性化するように感じる。とても懐かしい感覚を覚え、故郷に帰ったような絶対的な安心を感じる。理由もないのに涙が止まらなくなる。感じていた慢性的な痛みや不調が消え、体が軽くなったように感じる。目の前に大きな光が広がったり、急に周りの景色が明るく見えるようになったりする。怒りや対立といった感情が薄れ、平和で穏やかな感覚になる。アシュタールのチャネラーのセッションを受けなくても目覚めることのできるスターシードもいます。瞑想などをきっかけに突然自分がスターシードであったことを思い出したり、意識が変容し自分がやるべきことが分かったりする場合もあります。特に今は地球のアセンションが進行していますので、そのエネルギーの影響を受けて続々とスターシードたちが覚醒を始めているそうです。まとめ1、スターシードとはアシュタールによって全宇宙から集められた工事の魂たちで、地球を救う使命を持っている。 2. スターシードの多くは3次元世界では生きづらさや孤独感を感じているが、覚醒とともにその感覚が浄化される。 3. スターシードはアシュタールのエネルギーを受けることで覚醒が促されることが多いが、中にはアセンションのエネルギーの影響で自発的に目覚める場合もある。日本社会で閉塞感や生きづらさを感じている人が多いのは、スターシードが多いからなのかもしれませんね。地球のアセンションが進むに従って、スターシードの覚醒が促され、平和で調和のとれた世界が実現していったら素敵ですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと
ちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。